はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。6月のね13日日曜日でございますね。まもなく5時になろうとしています。今日はね現庁に行ってきました。現地調査な新築マンションの新築マンションができる現場を見て回るという私のですね、まあ日常です。まあ今月に1回、今月は2回目ですね。今日行ったのは、あれですね、足立、荒川、板橋、練馬というエリアでございます。まあ周辺エリアですね。非常にね、人が少なくって、あそこは多かったですけどね、板橋の何やったかな、なんとかっていうところが非常に人が多かったですけど、その他は本当に人少なくって、日曜日に現庁するって非常に楽なんですよね。はい、それは置いといていきましょう。日本経済新聞でございまして、トランプ後探る G7 雰囲気一変、米は指導力模索という記事がございます。コーンウォール、米南西部、長沢壊し、ちょっと言いましょうね。バイデン米大統領が11から13日の主要7カ国G7 首脳会議サミットに初めて参加した。ある米政府高官は今回のサミットについて、首脳たちは互いに好意を持ち敬意を払いつつ何とか一手を見出そうとしていると表現した。亀裂から協調へ、雰囲気が一変したサミットは仕切り直しに動いている。もうちょっといきましょうか。今日は素晴らしい会談だった。私たちの絆はかつてなく強固だ。バイデン氏は12日ドイツのメルケル首相との会談の成果を強調した。バイデン氏がツイッターに投稿したメルケル氏の表情には満面の笑みが浮かぶ。7月15日にメルケル氏を欧州首脳として初めてホワイトハウスに招くことも決まった。もうちょっと行きましょうか。メルケル氏にとってバイデン氏の存在は副大統領の時からの旧知の間柄という以上の重みがある。この何年か私たちが絶望していた多国間主義への関与を支持してくれている。サミットは初日にメルケル氏、サミット初日にメルケル氏はこう述べ、バイデン氏の G7 出席を歓迎した。まあ以下続きます。3年前、2018年に、サミットがありまして、メルケル氏は通商政策をめぐって対立するトランプ前大統領と鋭く対峙したっていう、トランプ時代っていうのはもう今から思えば過去なんですけども、まあトランプさんが言いたい放題言うわけでしてですね、その別に俺はお前らと協調するのを第一に考えてないよというのをもうあからさまに言うてました。で、まあとりあえずアメリカの得になることせいやというようなことを言うわけですね。でそれをですね、どう言いましょうね、安倍さんがうにゃまあ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 ってこう堂々ってやってですね、なんとかかんとか格好をつけてたっていうのがですね、2年以上前のですね、サミットですね、2018年が2019年の6月にも開かれてるはず、2019年があったはずですね。でもまあとっても大変でしたね、なんか見てるとね。今回バイデンさんに代わって初めてのサミットがですね、非常に和やかにいってるなというイメージですまあ結構なことですよ本当に。ギスギスしてるよりもね、和やかにいってね、じゃあ共同声明になって、まだ出てきてないんですよね。明日ですか、出てくる。明日というか日本時間明日ですね。ヨーロッパ時間は今日でしょうけども、もうすぐ始まる。ヨーロッパの朝はですね、あと 4,5 時間ではないんですかね。そうですね、もうすぐヨーロッパの夜が明けます。そこから最終日にコミュニケ発表というところに行くんでしょう。多分中国を明記したコミュニケが発表されます。
で今回大きな対立点っていうのはですねないんですね、アメリカとヨーロッパの間に。で、まあエリザベス女王も登場してですね、非常に和やかな空気になったというふうに解釈できるんですけども、大きな理由は一つにはトランプさんではなくバイデンさんであるということですね。でもう一つは中国がですねこの2年間まあ暴れ回ってますから、あちこちで、いろんなことで暴れ回ってますし、で、コロナっていうのもですね、中国はお前撒き散らしてやろうっていう、みんな心の中ではそう思ってるわけですよ。まあ口に出す場合もありますし、とりあえずですね共通のまあ敵とは言いませんけど、共通の悩みの種ということでしょうかね、中国は。その中国どないしょうってこないしょうというですね、そういう一致点が見出しやすい状態になったわけですね。いやそれもこれもね、やっぱりもうトランプさんがいなくなったっていうのもありますけども、中国という国がですね自分の価値観で世界を支配しようとしているという動きが明快になってるだけにですね、自由と民主主義が あれですね普遍性の国が G7 ですから、結束はしやすいわけですよ。いやそこにね、もう1970年代の G7 というか先進国首脳会議ができた時から日本はメンバーだったんですけども、日本がずっとこの40年間そこにいる、40年どころじゃない、50年近くいるというところは非常に意味のあることであって、でもうそのあれですね、欧州あれ、どう言いましょうね、もう外せないメンバーになっていて、安倍さん時代にはですね、そう すごいこう各首脳に頼りにされたわけですね。なんだちょっとトランプ言うこと聞かせてなみたいな感じですね。なんで、今回菅さんそんなに目立ってはいませんけども、それなりにご発言もなさってるようですから、なんとか無難に終えつつあるんではないかなと思います。やっぱりね、中国には感謝しましょう。あんたらがねいろんなことやってくれて暴れてくれるおかげでですね、西側にはまた結束が戻ってきたんですよ。で中国が暴れなければですね、もっと別の問題がクローズアップされてですね、やれやれCO2 だとかお前とか言うこと聞いてへんやなとか、貿易公不公正やなとか、円安に操作してるんちゃうんかとかで言われたりするわけですけど、まあしてへんって、そんな日本は言わなあかんわけですね。なんで、一つにまとまれていると、西側が一つにまとまっていられるのも何を隠そう中国のおかげなんですよ。まあトランプがいなくなったというのもありますけど、それよりもやっぱり、中国がですね、ほっといたらこれ台湾来よんでって、南シナ海全部飛んでって、どないすんねんこれ、あと相変わらずサイバー攻撃はやめへんし、ですね、技術の接種っていうのもやめへんしって、あかんやんこれって、どないしようどないしようっていう、これはみんなで協力して当たらなあかんでというようになってるわけですね。まあ、それぞれね、デコボコはあるんですよ。例えばメルケルさんのドイツなんていうのは中国にものすごいアセットを持ってますから、はっきり言ってですね、対立構造は作りたくないんですよね、ドイツなんていうのは。でフランスもですね、別にそんなに中国と対立する理由はないわけですよ。そんなに大きな理由はないわけですよ。ただフランスは過去にですね、カルフールというスーパーがワイクチャイにされたというこういきさつがあるんで、あんまり中国に対して幻想を抱いていないんですよ。ドイツはまだね、一度も事故がないんですね。だからそのうち何か事故があればですね、ドイツ人もわっと冷めてあかんわそんなんていうふうに、なるとは思うんですけどね。メルケルさんがヨーロッパ随一のパンダハガーですから、でも今はですね、一応こう西側に合わせているという状態でございます。まあ本当に、中国のおかげでですね、こうやって G7 も和やかに終わろうとしてですね、その中国に耳の痛いコミュニケがもうすぐ発表されてと。で結局このあれですね、
お隣さんのムーさんは何死んだんやという話ですね。あんまりその 今のニュースを見てる限りにおいては、いや意味のあるご発言があったりとか意味のある行動があったりはしませんね。菅さんと通りすがりに挨拶したというようなニュースもありますけども、はい、まあ、だからまあちょっと終わってみたらまたいろいろと僕分析って偉そうなことは言えませんけど、感想を言うてみたいと思います。この日本経済新聞、トランプ後探る G7 雰囲気一変、米は指導力模索という記事の、あれ貼っときます。僕開けてしまいましたんで、これ一応有料記事ですね。だから皆さんには開く前が多分表示されるんではないかと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。